メイトポイントとフライトで合わせると、はい、ということでですね、今回はですね2タイム世界チャンピオンのギャリー・アンダーソンの投げ方をですね皆様と一緒に見ていきたいと思います。まあ、今年のね2022年の PDC ワールドチャンピオンシップの試合後のインタビューにですね、僕は練習をしないっていう発言がねイギリスのメディアにね取り上げられたりとかしてね結構話題になりましたが、ね、その時にギャリーは自分はナチュラルダーツプレイヤーだから練習はしないと、何週間もダーツを触らないことが普通だと、ね、そんなナチュラルダーツプレイヤーのねギャリー・アンダーソンの投げ方、もう海外でもギャリー・アンダーソンの投げ方はもう世界一美しいとそのように絶賛される、そんなギャリー・アンダーソンの投げ方のね動画が PDC のオフィシャルページにありますのでね、早速見ていきたいと思います。では行きましょう。 Welcome to my throw where we're going through all the top professionals throws. Right, first of all guys, let's see the dartsAs you can see, they're more of a straight barrel, a bit like A.D. Lewis as we said before. Plenty of grip, you can see there's plenty of grips on this stage, it gets really sweaty. So he's got loads of grip. この動画何年も前なんですけども、まあグリップが多め、まあその理由はまあ汗かくからっていうことがやっぱ多いですね。前回もエイドリアン・ルイスのスローイングの動画をまとめましたけど、まあ、彼も同じ理由で、まあ、ステージが熱いから手汗がかいてしまうってことでグリップを多めにしてるんですね。だからギャリー・アンダーソンも同じで、このモデルは最新のモデルのバレルじゃないですけども、やっぱグリップ多めだと。 Let's have a look at the grip, how you hold it guys. Well, you can see the thumb and this finger are the last things. Do you have that finger down or it stays up? That stays.It stays, yeah, so the forefinger and the thumb, the ones that let go of the dart, this finger here just keeps this point in line. ここで話してるのがギャリー・アンダーソンのグリップなんですけども、親指とこの人差し指のこの関節とこの中指のこの3点グリップで持っていますね。はい、これがギャリー・アンダーソンの構える時のグリップですね。 This finger here just keeps this point in line.ここが面白い。まっすぐなんですね。この目線に対してポイントで合わせると。まあこれはロッド・ハリングとの解説ですけどね。まあ本人はどう思ってるかわからないですけども。Alright, we'll just have a look at your stance, the way your foot, and little thing here that I've noticed and I've mentioned on TV before. Do that again. He always does that. I can't do it unless I walk up. Before every three darts, you will see Gary Anderson do that. A little quirk he's got, we won't ask him why because he probably don't know. He's got his toe face on. So Gary's probably 2 inches away from the board than most people. ギャリー・アンダーソンが毎回置きに立つ時に必ずその前足で踏んでるんですね。Oh, I thought he was going to have a 180 off the bat there. A.D. Lewis the other day, A.D. Lewis brought his throw in here. Gary Anderson brings it back to here, right to the eye line.Do that again for us, Gaz, as we see this dart come in. There we have it, right, that flight comes right into his eye. If you can just stop at the eye there, Gaz. If you're there, look at that. As if he's looking down the V, that's a sight for him. He's got the dart dead in line and probably aimed at that treble 20. That's why he hits so many.ロッド・ハリングとか言ってるのがですね、前回紹介したエイドリアン・ルイスは、まあ、ちょっと引いてくる時に顎ら辺というかちょっと下ら辺なんですけども、ギャリー・アンダーソンはその 目元まで引っ張ってくると、だからちょっとこうテイクバックで言うとちょっと高めの位置に引いてくると、でその時にちょうどフライトの V が目にこうシャキーンとこっから見ていると、まあそれは分からないですよ、こうあえてフライトのここをパチーンと合わせてるかどうかっていうのはちょっと分からないですけども、たまたまその彼が見た時にフライトがギャリー・アンダーソンのこの角度に入ってただけかもしれないですけども、まあイコールまあまっすぐ確認してるんでしょうね、目線からやっぱ目で合わせてますよね。すごいよ、なんかターミネーターみたいになってますもんね。やっぱ 目なんですね。目とポイントとフライトで合わせると、すぐそれに気づくロッド・ハリングドもすごいですけどね。 Watch this, that flight comes right in. He looks down the sight.
just like firing a rifle. ポイントとフライトで目線を合わせてまっすぐ投げる、この合わせ方がもうライフル撃つ時と同じだと。ここから3点グリップでしたけど、そこから引っ張ってくる時にこのくるっとこうグリ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 ってなってるんですよね。見えますか、ほらこうくる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 っとこうリボルバーのようにこう溜めるで投げると美しいと称賛されるギャリー・アンダーソンのこのテクニックがテイクバックのこの絞りなんじゃないかなというふうに思います。はい、これすごいですね。見てください、クッキャーンと。これを自然にやってるんですもんね。これはやっぱりナチュラルタレントですよね。これはすごいな。これこう引っ張ってくる時にこのギャリー・アンダーソンみたいにゴリ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 ってこのためをしたいのであれば、このやっぱりグリップが大事になってくるんだと思います。3点グリップでやってみたらね、ちょっとなんとなく全然投げれないですよ、投げれないですけど、こう目元まで持ってきながら絞ってくるっていうのがね、なんとなくですけどね、こういう感覚なんやっていうのが感じ取れます。はあ、全然僕は投げれないですけど、だからやってみてね、ちょっとこう楽しいですね。ああこれがギャリー法かーというかね、ああこうポイント合わせてね、こうで目ですよ、こういう風にねポイントをこう合わせて3点グリップでこうやって持つとギャリー・アンダーソンみたいに引っ張ってこれる、うんで投げれると。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はねギャリー・アンダーソンのマイスローシリーズでした。ありがとうございました。We have a gift for you. We just need you to answer a few questions first. Then you will earn a nice reward. It's very quick and simple. It only takes a minute. So come on! Click on the following link to claim your gift. Don't wait! Time is running out. Click on the link and enjoy your free gift. Now hurry up! Click on the link and enjoy your free gift.So come on! Click on the link and enjoy your free gift. Now hurry up! Click on the link and enjoy your free gift. Click on the link and enjoy your free gift.